本日の謎かけ。XY 平面とかけまして、豪雪地帯の二重扉と解く、その心はどちらも、がありません。はい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 、ドクターフラゲさんでございますよ。はい。まあ、今回はちょっとね、急遽動画を回しているんですけれど、急遽ってほどの緊急の話でもないんですけど、だってこの動画撮ったの1週間前だし、うん。これからさ、やっぱり皆さん、研究室選びというか、多分10月から12月ぐらいにかけてね、自分の配属される研究室を選んでいかなければいけないみたいな状況に、あるっていうようにね、特に卒研のさ、研究室とかを選んでいくっていうような状況、ごめんなさい、それ以外の時期に選ぶような方だったら申し上げいたら来年の参考とかにしてほしいんですけれども、まあ、そんな連中に対してね、まあ私が分かるのは生物学だけなんで、この生物学というものにおいて、一体自分の興味というか自分のその適性と、どんな研究室、どんな分野の研究室を選んだらいいかっていうのの、まあリンクというかね、対応を、まあ手短にはならないけれども、がっつりと喋っていければいいと思っている。で、まず第一の前提として、研究室ってこう、なんとか研究室っていう名前がついていると思います。はい。はい。で、俺がかつて、大学院生として所属した研究室には、こういった名前がついています。くっそ長えから、飛ばさなきゃいけねえんだけど、ちょっと待ってね。はい。海産無脊椎動物分類学研究室という名前がついていた。クソ長え。はい。うん。クソ長えけどね、実はこのぐらいの長さの名前がついている研究室って結構あるんだな。実は。これ後でからくりを言うけどね。はい。その、海産無脊椎動物分類学研究室とか、まあ、各研究室に名前がついているだろう。例えば俺が、その前に行った卒研でいた、分類学は、進化。分類学で研究室は進化系統学研究室っていう名前になっていた。はい。で、この研究室の名前からある程度のその研究室でやっている情報というか、どんな分野をやっているかっていうのの、まあ、ヒントが得られるわけ。この上にある海産無脊椎動物分類学研究室って言えば、ここにまずある分類というものが挙げられる。というか、分類というものしか挙げられないよな、ここな。うん。で、これ実は後で言うけど、対比として、両方出してるんだけど、この分類学っていうのは、まあ、生物の分野の一つだ。ね。うん。で、この、分類学という風についてるけど、ここにもっと上に海産無脊椎動物という言葉がついている。で、この海産無脊椎動物っていうのは、生物の、まあね、学問の分野ではなく、むしろ、この分類学というものをやっている研究室の中で、うちのラボはこの海の無脊椎動物に特化してますよっていうような、まあ、いわゆる限定用法っていうのかな、それの言葉なんだよね。だから、こういう系のラボって、結構特化型だったりするわけですよ、特化型。ね。うん。はい。で、一方、例えばこの進化系統学研究室っていう短めの中に、しかも生物の 分野の名前で言えばこの系統学と進化学が両方入ってるんだよね。はい。だ結構漠然としてるじゃないですか。この漠然としてるラボっていうのはどっちかっていうとジェネラルというか、ジェネラルっていうと変なんだけど、まあ、いろんなことができるラボっていう印象かな。うん。だからこの、どっちかっていうと、そのすごいね、自分がやりたい分野が確定してるような人はもうそのラボの雰囲気を伺わせられるような、しっかり特化した名前のラボに入るべき で、逆に自分がやりたいことをこれから決めようっていうような人は特化型というよりは、このジェネラル的なね、そういう名前のラボにね、入るべきと。まあ、そのような感覚を私は思っている。で、これは他の分野の学問でもおそらく変わらない。うん。大佐、例えばなんだろう。パッと思いつく中で言うとさ、なんだろうな、ニュートリノ学研究室とか行った時に、それ以外のなんか全く関係ない素粒子みたいなもん、ニュートリノ素粒子だっけ、全く関係ないような素粒子とかを扱いたいような人がニュートリノ学研究室に入って、それをね、扱える可能性ってそんなに多くないでしょ。今パッと思いついたから言ったんですけど、違ったらごめんなさいね。うん、そういう感じで、
こう特化した具体的な名前がついているラボからこのジェネラルな抽象的な名前がついているラボまで、いろいろあるので、そのラボの名前に入っている分野といったところからヒントを得てみるといいと思います。はい。でまあ、これがラボ選びの、まあ、生物系の、ね、ラボ選びの、まあ、一つのコツなんですけれども、じゃあ生物の分野って一体どんな分野があるのかっていうようなグラフをこれから書きます。でそのグラフを書くにあたって2つの軸を用意した、まあ、X 軸と Y 軸だな。でこの X 軸と Y 軸についてちょっとまずご説明したいんだけど、まあ、生物の中ではその大きな X 軸というものに当たるものとして、こういうものがある。マクロミクロ軸。はい。でまあ、マクロミクロっていうのの英語の、ね、この英語の英単語の、ね、意味を考えていただければ分かると思いますけど、このマクロっていうのはでかい大きいという意味ですね。はい。まあ、ミクロは分かるよね。小さいという意味だ。はい。で生物学はまあ、前にも言った通り階層構造をとっている。で階層構造をとっている中で大きなでかいものを扱う階層から小さいものを扱う階層まで、まあ、こういったようなどのあたりに自分の興味が位置しているのかっていうようなことを、まあ、一つ自分を顧みて考えておくと、その行く分野をね選ぶ中で、いいです。例えばだからマクロの大、だから中間が大体なんだろうな、中間を個体としようか。個体、生物の基本単位、まあ、基本単位っていうのも人によって変わるんだけど個体ね。このドクタークラゲさんの、まあ、が1個体であるような個体で、その個体の下にあるのが例えばなんだろうな、器官ね、器官、組織、細胞で、分子とか物質ね、うん、こういった感じでどんどんね、それが構成しているものが小さくなっていくっていうようなことが挙げられる。だから例えばなんだろうな、こう、どうしようかな、例えばその上皮組織とかさ、生物のこの体を構成しているこの組織をね扱いたいっていうような時はそこそこミクロ寄りだし、ね、分子生物学なんて言ったらもう一番ちっちゃいものの最たるものっていうことになるわけですよ。はい。で逆に個体より上だったら、例えばさ、この辺はもうほとんど一つの学問、後で言う一つの学問の領域になっちゃうんだけど、個体群とかさ、群衆とかさ、そして生態系だよ、ね、この辺のめちゃくちゃ地球レベルにまで広まってくる大きなものに関してはマクロといったようなものに当てられる。だから早い話が細胞好きなやつがこのマクロな方の、ね、生物の群衆とかを扱うような個体群とかを扱うような研究室に入ったところで分野が密に合わないんだよ自分のね、うん、そうだから特にこの辺のちっちゃいものでっかいものが好きな人たちはそれに特化した研究室に入ることをお勧めするってことです。この端っこにいればいるほど特化した研究室の必要性があるっていったようなそういう感じかな。後で、それをグラフで示しますね。はい。これが生物学の、まあ、一つ目の X 軸に当たる、まあ、軸です。でもう一つがこれ生ドライ軸。気持ち悪いな言い方がな、うん、ね、私が出身の東大の理学部生物学科って略されてリナーマって呼ばれてたのね、うん、まあ、理学部生物学科っていうのは略されてリナーマと呼ばれてたわけだよね、うん、でこれなんでこういう略され方をするかっていうと、理学部に生物情報と生物化学っていう2つの学科がもともとあったわけ、ね、でそれと区別するためにこの理学部生物学科をリナマと呼ぶようにした。でこのリナマっていうのは結構言えて妙で、この辺の生物化学とか生物情報に比べて生の生物とか生の組織機関みたいなものを扱うことが多いからっていう理由でこういう略され方が一般化ではないけど、ね、生物学科の人間の間で使われてきたんだって。まあ、この辺の話についても次のグラフで出てくるけれども、生の生物を扱うっていうね、うん、そうなんですよ。生物学っていうものの中にもいろいろあって、まあ、本当に生の生物もしくは生の、まあ、モデル生物にしてもね、組織とかそういったものを細胞とかを扱うような、まあ、
これ生というか、もう一個別の言い方をするとすれば、ドライに対応した言い方をするとすれば、ウエットって言うんですけど、あの俺らの間で、はい、ウエットスーツじゃないよね。その生の生物を扱い実験をしたり、なんだろうな、生の生物を扱い実験をしたり、観察をしたり、そういったようなものをいわゆるね、ウエットな分野と言います。でこのドライの方はどちらかといえば理論とかね、うん、あるいは解析とかね、こっちも実験はするんだけど、まあ、より、生き物の姿も見えないというのかな、そういったような分野になってます。だから早い話がさ、さっき言った通り、生き物好きで、めちゃくちゃ生き物好きで入ったのに、このなんだ、理論解析で全く生物の姿が見えないような分野に行っちゃった人間、もし行っちゃったとして、本当にそれ続くのって言われると、多分モチベーションがあんま続かないんだよね、うん、俺だったら絶対ダメだったろうな、うん、生き物の姿の見えないラボで何年も研究するなんかごめんだよ、職がなくて金がなくね、そこで食いつなぐ場合を除いてはさ、うん、そうなんですよ。だ完全に俺はこの生物寄りというか、ベッタベタのウェット寄りの人間なんですけれども、まあ、とにかくこのね、生ドライ軸、これもね生物学特有の軸なんです。でさっき言ったミクロマクロ軸、生ドライ軸をね、なんだ、二次元的な軸にして、今からね生物学の各分野におけるその位置をね示します。なのでさっきも言った研究室の名前がにその、ね、分野の名前が入ってたら、大体こんなあたりの位置に属するといったようなことを頭に置いて、今からの本番をねご覧いただきたいと思います。それではいよいよグラフに行くよ。はい、いつもはほとんど使わないこのホワイトボードのほぼ最下面までね、使って、この、ね、今回グラフを書いているんですけれども、ね、生物学の、まあ、自分がね、やろうとしている分野を選ぶという面においては、こんなことを意識するといいっていうのをさっき述べました。その分野がマクロであるか、ミクロであるか、まあ、どの辺であるか。そして、いかに生々しいか、いかにドライかっていう、この二軸ですね。本当は私ここにもう一個、こういう Z 軸として、基礎か、応用化っていうのをつけたこの3次元のこのなんだグラフを作りたいんですけど、そんなものをここに書く俺に技術がないんで、今回はこの応用化基礎化っていうのはほとんど排除させてください。というかほぼ全て、この軸で言えば基礎の面にべったりと貼り付いたグラフだと思っていただければ幸いなんですけれども、だからこの一面が、この XY 軸がほぼ基礎のねところに貼り付いたグラフであるとね。応用の方は私もあんま知らないというかね、例えば応用の方の生のマクロのここに何が来るのかっていうのをいまいち把握してなかったりするので、まあ、あくまでその基礎生物の方に行きたいやつの、まあ、テーマだと思っていただければ結構です。まあ、農学部とかさ、なんだろうな、あと、理学部、生物学科以外の理学部とかでも関わってくるようなものがここにあるからね。なので、これを、このグラフを元にね、見ていただければ、嬉しいです。ではまず一つ目として、生物の方に完全に寄っていて一番ミクロな世界にいる、この辺にいるもの、まあ一番ではないけれど分子とかまでいかないからね、でも一番ミクロなこの辺まで行っているっていうこの辺にいるのが細胞生物学です。はい、まあ生物の中では最も基本的な単位である細胞をとかそういったものを扱うようなものですね。はい、もっと言えばこの辺にいるのが分子生物学とも言えるだろうな、うん、分子生物学、まあ細胞を扱いつつ細胞の中にある もっと細かなね、タンパク質とかさ、そういったものを扱うような、まあ、実験をメインとしたものが細胞生物学、分子生物学です。まあ皆さんいろんな研究室に所属して、分かったことだろうと思うけど、まあ学部にもよるだろうけど、この辺を扱うのが、まあ生物学の王道というかさ、今の主流みたいなところになってるのがあるんだよな。分類学者としては非常に悲しいけどさ、うん、とにかくこういったような分野がここに来るので、まあ実験系が好きで、割とその生物というよりはミクロなものを見る、
ね、そういったような人はこの細胞生物学、分子生物学の研究室に行くと良いでしょう。で、続いてミクロの方に寄っているけど、もうちょっと生物というよりは理論というか、その何だろう、生物の姿があんまり見えないような世界にいるのが生化学です。はい、この生化学っていうのは、まあ、もう分子生物学とちょっと似てるんだけどな、より、その、まあ、化学の方の反応によった学問で、そのタンパク質とかね、それこそなんだろう、核酸とかそういったようなものから、もう生物のね、体を構成する、まあ、化学物質って言うと変だな、まあ、いわゆるその物質について、その反応とかね、動態を追っているっていうような感じの学問です。まあ、やったことある方もいらっしゃるでしょう、実験とかの中でね、生化学的な実験をさ、実験とかの内容としては扱いやすいんですよ。生のものを扱うのに比べて、まあ、物質だから割と結果が出やすいというかね、直感的に分かりやすいから、うん、だから、まあ、もうちょっと生ものから離れて理論というか物質を扱いたいような、でミクロの物質を扱いたいような生化学をやりたいような人は、まあ、そういう研究室に行くといいと思う。こんな感じに位置している。どんどん行こう。この辺の細胞に近いけれどももうちょっと上の個体レベルも扱い、かつかなり生物よりのこの辺に位置する分野がある。これね、大きく分けて俺は2つあると思っていて、1つが発生学、デベロップメント、発生学で、もう1つが形態学、モルフォロジーだな、うん、はい、この2つはまあ時々関わってはくるんだけどな、発生形態学とか言ってな、うん、で基本的にこの辺の分野って前と後ろにくっつけてなんとか学って言って、こう広くね、行くような分野にもなってくるので、まあ、研究室の名前でなんかいくつもの分野が統合されているようななんとかなんとかなんとか学研究室みたいにあったら、もっと広くできると思っていただければいいんですけど、まあ、それはともかく、はい、この生物の方を完全に扱っていて、その大体細胞の上レベルから個体レベルぐらいまでを扱っているものは2つある。発生学と形態学です。はい。発生学っていうのは、これも実験というか、高校の生物とかでやったと思うんだけど、というか、ほぼ高校の生物でやってるような分野だよな。うん、高校の生物で言えば、アフツメとかウニの卵のね、発生を、ね、覚えてる方もいらっしゃるだろうけど、それを、より、なんだ、大学の自分のね、その研究室なりの分野にね、昇華させてというか、その研究室なりの分野として、それのいろんなことをやっているという。まあ、発生、もうちょっとこの分子の方に関わってくるようなことをやることもあるんだけどな。はい。まあ、発生学、純粋な発生学といえば、大体、まあ、細胞の上から個体ぐらいのレベルを扱っているものだ。で、形態学。まあ、形態学は読んで字のごとく本当に生物の形というか、そういったものを扱っているんですけれども、まあ、だから組織とか器官とか、そして個体とかの中の形についての形態の、まあ、ね、それを扱う。まあ、ほとんど進化とか分類と、ね、にこれが混ぜこぜになってくるんだけど、だからもうちょっと形態は上の方にも関わってくるんだけどね。だから発生はもうちょっと下の方に関わり、形態は上の方に関わってくるって感じで考えていただければいい。まあ、今言ってる通り、私もかなりふわっとした話をしているけれども、まあ、要するにこの辺のね、生、ドライ、ミクロ、マクロ、この辺のどのあたりが性に合っているかっていうのの参考として、今聞いていただければ幸いっていう感じですね。はい。生物よりの、まあ、中間あたりに位置するのが形態学と発生学でございました。では続いて、もうちょっとこの生物、生の生物の姿が見えない方向に来て、この辺りを埋めるね、ミクロの方を埋めるのは何かといえば、この辺の2つかな。俺あんまりこの分野にはそんなに詳しくないんだけど、内分泌学と生理学、うん、この辺がこのね、ミクロよりの、まあ、中間あたりを埋める分野です。はい。この内分泌学っていうのは、まあ、読んで字のごとく、ね、高校生物で言えばホルモンの話だよね。ホルモン結構覚えて、なんか、その、体の作用とか覚えるの苦労しただろうけど、まあそういったものを研究しているのが、主にね、内分泌学です。主にっていうのは、俺がもう千差万別のことまでは調べきれてないので、まあ、そんなような分野だと思っていただければいいってことですね。はい。で、まあ、生理学。
まあ、この生理学っていうのは非常に漠然としていて説明しづらいんですけれども、端的に言えば、まあ、人間がね、個体以下を構成しているようなその細胞だのね、組織器官、この辺のものが、まあ、どういう活動しているかっていう、まあ、だから結局漠然としてるんですけども、だからノーベル医学生理学賞なんてあるでしょ。医学とともにこの辺の漠然とした広いものに出せるのがノーベル医学生理学賞なんですよ。分類学には出せませんけどね、腹立たしい。はい、まあそれともかくね、分類学でノーベル賞をもらえると思ってる俺の方が浅いかもしれないけど、まあそれともかくこの辺の、まあ、広く、まあ、なんだ、その機関とか組織とかの中の活動を扱うこの生理学や、まあ、その中でも内分泌みたいなものの、ホルモンみたいなことを扱う内分泌学あたりがこの辺に入ります。なので、まあ、生物学を学んでる中で、まあまあ、この辺よりもより、物質的な興味がある、まあ、広く興味がある人がこの辺の分野を取るといいかなと、そのように思っています。まだまだ続きますよ。で、この辺のベッタベタにドライに貼ってる、ベッタベタのドライって変だな、なんか言えてみようかな、ベッタベタのドライの方に貼っている生物学が、まあ、私が思うに2つありまして、1つが生物情報学、生情と略されますよね、生物情報学。そしてもうちょっとこのマクロの方まで広く渡っているのが数理生物学という、うん、はい、この2つはもう完全にドライ側、生き物の姿が時に見えなかったりしますね。はい、まあ、生物情報学っていうのは、まあ、DNA とかそういったような生物の構成している、まあ、まあ、もう本当に情報だよね。そういったものを扱うような分野でございます。で、数理生物学っていうのは、まあ、生物と数学の融合なんですけれども、例えば、その、ね、このすっげえマクロな方に行ってるけど、例えばこれは生物の個体群とか群体の群体じゃ群衆の動態っていうの、だから個体群が理論的にね、このような個体群に影響を、環境的な作用を与えるとこの個体群の構成がこのように変化するみたいなものを数学的に理論的にやっていくっていう感じなんですよね。はい、だからまあついにこのグラフでもこの超マクロの方が出てきたけど、それを理論的にね、まあ数学とか、まああと生物物理学なんていうのもここにこの辺まで入るのかな、うん、生物物理学がおそらく、ごめんね、ごちゃごちゃしちゃったね、個体とかの群扱う、まあなんだろう、この辺まで伸びてんのかな、うん、この辺の枠組みは私が最も分からない分野なので、結構この辺の境目は適当だったりするんですけども、生物情報、数理生物、生物物理、まあ、この辺は、まあ、完全に生き物の姿が見えない、見えたとしても細菌類みたいな、そういったようなドライな方向で、マクロからミクロまで広く渡っているような分野なんです。だからまああんまりなんか理学部の生物系の人にいないかもしんないけど、生物の姿が見えなくてもいい、むしろ俺は理論に興味があんだみたいな人は、こっちのこういうような分野の研究室に行ったらいいんじゃないと俺は思っている。はい、でいよいよ私が好きなこの辺の説明に入ってくるんだけど、個体レベル以上を扱い、ちょっと理論の方も入るけど生のものも見る、この辺に入ってくるのが進化学だと俺は思っている、うん、進化、エボリューションね、うん、まあ生物の進化、もうちょっと上じゃないのって思う人もいるだろうし、まあ俺ももうちょっと上まで関わってくるような進化も見るんだけれども、まあ進化っていうのは大体その生物の個体から、まあ個体群まで来ると生態学になってくるんだけどね、進化生態学なんていうもんがあるからさ、うん、大体その個体とか、まあもうちょっと下の器官とか組織の進化を扱う人もいるけど、まあそういったような生物の、まあ、進化についてね、理論も絡めて、時に生のものも見てみたいな、結構広く渡る、そういったものが進化学です。ね、俺が、まあ、この結構漠然とした説明をしてるのは、さっきも言った通り、他の分野と結合して広くね、広まってきたりするからです。で、この進化っていうのはめちゃくちゃ、おそらく生物学の中でもこの生理学と並んでいろんな分野と噛んでくるんだよね。うん、だからこの中央にいればいるほど他のいろんなものと結合して、こういろんな方向にこの自分の領地を広げるようなね、学問だと思ってください。この赤にいるものはね、うん、その赤にいるものがいろんなものと組むっていう風な考え方をしてくれるといいかな。はい、
進化学は本当になんとか進化学、進化発生学とかさ、うん、そういったようないろんなものと組み合わさって、このいろんな方向に伸びます。だから割とね、何をやるか考えてない人ってさっきの漠然とした生理学とともに進化学おすすめかもしれない。もうちょっとだけ生物の個体以上のものに興味があるような人ね、うん、まあ、進化学やってる研究室って結構多いから、まあ、割とそれを自分の興味の方向先があるかなと思って選ぶのはおすすめかもしれませんね。はい、進化学が大体この辺に入ります。さあ残るも少なくなってまいりましたが、次に出てくるのがいよいよ値の専門分類学が、まあ、もう完全に生物に行き切って、まあ、マクロよりぐらいのこの辺に入ってきます、分類学。はい、分類学にプラスして系統学かな、系統樹も作るからね、はい、後先考えずに書くからこういうことなんだけど、はい、系統分類学が大体この辺に入ってくるね。もう完全にフィールドワークもここに飛び出させていますけども、フィールドワークをして完全なる生の生物のものを扱いつつ、それをね、分類して進化の系統まで測っていくというのを系統分類学が大体この辺ね。だから完全にマクロ寄りなんだけれども、まあ行き過ぎないぐらいのマクロ、個体とかね、そういったいろんな個体を扱うぐらいのところにいるのが分類学なんです。だから私もほらいろんな生物のさ標本を見てさね、それについては大体分類学者の仕事はこの辺に見ていただきたいけど、大体個体とか、まあ、もうちょっとしたらこの辺のあのね組織とかを見ることもあるけれども、そういったものをやって生物をね種として分類するっていう、まあ、種よりも大きな段階としても分類するっていう、この辺が大体ね分類学の、まあ、基本的な心情と言ってもいい、そういったところにあるんです。だから、まあ、完全に生物寄りでマクロ系のものをやりたいと、そして特に生物の個体とかを見たいような人におすすめなのが、まあ、手前味噌だけど私のやってる系統分類学なのだ。はい、では最後にこの一番上の部分を埋めてやろうと思う、大体この辺、はい、この辺を埋めてやる学問も2つあります。で、まあ、どっちかっていうと生物よりに、絡んでくるのが生態学だ、はい、でちょっとこの理論よりに絡んでくるのは行動学だ、はい、こんな感じです。で、まあ、生態学っていうのは読んで字のごとく、まあ、生き物のその、まあ、習性とか、そういったものを、まあまあ、生態行動学の、まあ、含めればその生き物の習性とかそういったものを扱いながら、まあ、その自然とか環境の中の非常に大きな中で、まあ、生物と時に環境の作用反作用みたいなものを扱うっていう、それが生態学です。で、まあ、行動学に関してはさっき言った、まあ、生物のその習性の中からその生き物のね、まあ、こうその生き物がどういう行動をとるか、もしくは生き物同士のまあせめぎ合いというか共存とか競争の中で生物がまあどういった行動みたいなものを取るかっていう風な、そういう分野です。はい、毎回説明が漠然としてるんでここに説明いつも貼ってるんですけどね。はい、そんな行動や生態学はもう完全にもね、細胞とかはほぼ出てきませんから、マクロな、一番マクロ寄りのベッタベタのマクロ寄りの、まあ行動学に関しては理論が絡んできて、時にここに数理生物学とこれがリンクするんですよ。はい、なので行動学がここに、来ますね。はい、で、生態学の方は、まあ、生態学の時に数理生態学なんつって、この辺とリンクすることもあるけど、まあ、生物を使ってね、生の生物も観察しながら、時に観察とかね、時に実験とかも絡めながら、その生物のね、生態もしくはその環境とかとの作用みたいなものを扱うのがこの生態学ということになります。はい、いかがかな、ちょっと本当に汚ねえ図になって、清書する気も起きないので、しばらくね、見たい方は時を止めてご覧いただきたいと思うんですけれども、生物のね、こんな感じの、まあ、分野選びとしては配置になっております。で、さっきも言った通り、この赤いものが一番ね、他の分野とかなりベタベタに絡んでくるような、ね、分野になってます。はい。だから、まあこれ、色をつけたのは何かっていうと、まあ、一応フィーリングで色はつけたんですけれども、何をやるか決まってないような、なんだろうな、こう、どんな分野に、
にもちょっと潰しが聞きたいなって思うような人、もしくはいろんな研究室があるけれども、例えばその分野の合体させたいくつもの研究室があるような、そういうようなラボの中から選ばなきゃいけない場合、何をやるかあんまり決まってねえな、何か何でもやりてえなみたいに思ってる人は、ちょっと内分泌だけ特殊かもしれないけど、進化とか生理とかこの辺の分野から選んでおくといいんじゃないかな。この辺の分野の名前が入る研究室ね。そういう研究室ってさっきも言った通り、いろんな分野と合体してはどんなことがで、ね、多彩なことができたりするからさ。例えば生態学の研究室に行って、だけどなんかやっぱりちょっとな合わねえな、生化学的なことをやりたいなって思ったら、絶対にラボ変えなきゃいけないわけですよね。ラボ移んなきゃいけない、もしくはそのラボに出向したりしなきゃいけないわけですよ。まあ、まさかこんなところをリンクするような人はあんまいないだろうけどさ、まあ、分類とか系統をやってる人で、でもやっぱりこのね、生物、ね、DNA に興味持ってこの情報みたいなことをやりたいなって思った時に、系統分類学研究室にそんなことできるやつってあんまりいないわけですよね。はい。なので、まあ、ちょっとこれ本当は5色にしたかったんだけど、ね、今色分けしたのは、まあ、この色の同じ色のものの研究室に行くときは、まあ、割とね、まあ、潰しが効くというか、ちょっと待って、分子はこっちかもしんないな、うん、はい、まあ、潰しが効くというか、この色の同じ色の中での移動は、まあ、分野の移動は、まあ、できなくはないっていう感じ、うん、できなくはないというか、割とその研究室でも、まあ、分かる人がいたりするっていう印象、うん、だけどこの色が違うところに、分野に移行しようとすると、それこそその専門のラボの指導を受けたり、ラボを移ったりしなきゃいけないかなっていう、そういう印象なんですよね。まあ完全にこれ俺の試験だよ、うん、そんなこと言って進化の研究室行ってね、やっぱ生理やりたかったって言ったらね、このよそのね、ラボに行かなきゃいけないっていうパターンもよくあるから、あんまりそこまで過信するのもやめてほしいけれどもって、じゃあなんでやってんだって話だけど、あくまで参考程度にね、うん、これが、まあ、生物学の分野選びにおける、まあ、一つのね、参考にすべき、この分野のなんだグラフというか配置なのかなって思ってます。はい。まあ、これも思いつきで急遽動画撮ったんで、というのはなんだ、来年度のラボを選ぶとかそういったようなことって、結構この10月から12月ぐらいになんかその夏の研究室の配属のその申し込みというかさ、そういったのが行われるっていうから急遽撮ったんだけれども、参考になれば幸い、うん、まあね、ここまで言ってなんだけど、自分がやりたいことはこんなことできますかって各研究室に聞いて回った方が現実的です。あくまでその聞いて回る研究室の名前にこんなものがついていたら、この辺の位置にいるんだよっていうのをお勧めすべく、この動画を撮ってみました。それでは今回はドクタークラゲさんによる研究室選び必勝講座の、まあ、延長でもあるけれども、生物学の分野選びの動画でございました。ご視聴ありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございました。前回の謎かけの答えは一周でございますね。はい、まあ私は見ての通りのこの性格なんで、上の人間にもね、臆せず物を言うんですけれども、なんか下方の意見を軽んじるようなやついっぱいいるんだよな。まあそういう先輩は私は大嫌いでございましてね。だからまあ後輩に対しても言い方が失礼であれば怒るけれども、まあちゃんと言われたことは聞くようにしてるんです。まあ一貫性が大事ですからね。はい、入り表の方は、まあ前回の動画で見ての通り、4分の3周しかできません。世界遺産登録された今だからこそ、もう一度ね、一周動画できないことを心より願っております。それでは。